お疲れ様です。それでは第3週を占っていこうかと思います。材料から経済指標カレンダーを見ていきます。日付は1月15日から19日までですね。で、月曜日、今回はね、いきなりアメリカが休場です。ということは先週と同じように月曜日はトレードをねするんではなくて、しっかりと作戦を立てる、そんな1日にしたらどうかと思いますね。アメリカが休場ということは、基本的にドル円のトレードってのはあるにはあるんですけども、アメリカ市場で投資活動する方が減りますんでね、普段のテクニカルではなくなります。まあ、ということはね、このファンダメンタルが強いとは言いませんけども、ちょっと不規則なテクニカルになると思いますんで、エントリーとかには向かないかなっていうところですね。ポジションを取ることはあんまりお勧めしません。そんな月曜日になると思います。で、火曜日ですね。火曜日あたりから体勢を立て直しながらトレードに移行できるんじゃないかなと思います。先週だったから非常に近しい関係がありますね。で、材料は8時50分に、こちらの方、国内企業物価指数が出ますけども、そんなに気にするような数字じゃないのはいつも通りです。そして深夜にはニューヨーク、企業指数出ますけども、こちらの方ももうね、私たちはトレードが終わってる時期ですし、それから影響力も弱い数字の発表ですんで、特に気にしなくてもいいかなと。火曜日はテクニカルがしっかりと生きる日であります。そして水曜日なんですけども、この日米の材料はないんですが、実はね、中国イギリスのちょっと強めの材料、特に中国から強めの材料が出るんですよね。まあ、ただいつも申し上げてます通り、ドル円でトレードをする以上、日米以外の情報はもう取るとね、情報処理でもう埋もれてしまいますんで、11時からの中国の指標っていうのは警戒はするんですけども、今の時点では気にしないでいこうかと思います。ということで、水曜日もテクニカル通りにやっていきましょう。夕方にはね、ヨーロッパの指標も出ますんで、ここでも人波あると思いますけども、まあこの辺も割り切って日米の情報だけで判断していくということになると、22時30分の小売売上高でちょっと波乱が起きるかなってところありますね。まあ、ただ基本的には下垂っていうのはテクニカルで押していく。そして木曜日もです。木曜日も大した材料はありませんので、そうですね、下垂木とテクニカルを信じてトレードしていけばいいんじゃないですかね。まあ、先週はね、第2週目は追撃がうまくいかなくなった、追撃で失敗したところもありますけども、あれは必要なロスカットですから、あれすらね、避けていくとエントリーがほとんどできなくなっちゃうんですよ。だからあそこは果敢に挑戦して、例えばトレンドが起きても最後はロスカットで終わるっていうふうに、まあ、これをね、覚えておきましょう。木曜日も材料通りです。そして金曜日です。これも先週と似ますね。先週、第2週目と同じように金曜日はね、難易度が最も高くなる一日です。急に高くなります。CPI が出るからですよね。だから朝からガンガン揺れますんで、いつも申し上げてますけども、9時半から10時半の間で波風が収まると思いますんで、とりあえずね、午前中のトレードは、ちょっとできないかなってところありますね。ただ現場その日だから19日ですか、19日になったら案外できるかもしれませんので、ちょっと今のところはね、こういうことがあるよっていうふうな確認に留めておこうかと思います。そんな感じで第3週が終わるかなってところですね。第4週なんかなんかですよ。第4週お、なんかありますね。日銀の政策決定会合、植田総裁の会見とかね。第4週はドカンと来そうですね。はい、じゃあ一旦以上です。